はいどうも、なおちんです。さあ、今日からディアブロ4をやっていきます。よろしくお願いします。今、プレイ始めまして、20時間ほど経ちました。レベルは39まで上がりましたね。で、ちなみに、ディアブロシリーズは初めてやります。初挑戦ですね。で、ストーリーはやらずに、レベル上げをやってまして、美味しい場所見つけました。ここね、結構ね、レベル上げに向いてると思います。ダンジョンのこれ、見捨てられし者の宝物庫。ここがね、かなり美味しいです。マップとしては、ここだね、もう上の方、マップの上の方に、あります。ここから歩いていけば、まあまあまあ、2、3分で着く場所となりますね。他にもね、美味しいところはいくつかあって、ここ、悪藩の手だね。悪藩の手、ここも結構美味しかったし、ここか。封印された書庫とか、王者の詩。あと、シロッコの洞窟なんかも美味しかったんですけども、やっぱりね、一番ベストなのは俺、ここだと思います。はい。まあ、とりあえず、見捨てられし者の宝物庫、行ってみましょう。それでは、見捨てられし者の宝物庫到着ですね。入ります。それでは、行きますね。ここのいいところは、敵がね、そんなに強くないっていうところ。そんなに強くないし、そこまで広くないんですよ。うん。なので、周回が早い。まあまあ、敵が弱いから周回が早いのか。うん。まあ、それはあると思う。あと、あれだよね。それぞれのプレイスタイルに合ったダンジョンっていうのが多分あるよね。俺はここが多分結構向いてると思う。うん。敵がね結構弱くって動きも遅めのやつばっかりなんで、もうぐる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 回っとけば、まあ大体勝てるんで、いい感じなんですよね。OK。あ、でね、奥義は、これなんか召喚するやつをつけてるんですけど、正解が分かんない、まだ。うん。何が強いかがね、まだいまいち分かってないですよね。バーサク状態になるやつにした方がいいのかとか、メイスをね、振り回すやつ、ああいうやつの方がいいのかとか、ちょっとね、いろいろまだ試してないので、試していかないといけませんね。まあ、とにかく、そのね、召喚するやつは、めちゃくちゃ強いです。うん、あれはすごい気に入ってる。言葉でぐる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 ね、勝手に回ってくれるんで、やりやすいよね。あぶね、あぶね。さすがにちょっと引きすぎたか。あー、引きすぎた。いけ。あー、なるほどね。一等航海士のやつを食らってたんだ。そうだ。いや、さすがにこのネームドが3体いるときついわ。さすがにこれはない。うん、これ無理に突っ込んでたらやられるな。あぶねえ。あぶねえわ。さすがに3体はきつかった。中間地点突破、先に進んでいきましょう。やっぱやっぱトラップかい。やめてくれ。待て待て待て。よし、オッケー。あ、また一等航海士がいるのか。オッケー。無理に止まんようにしよう。オッケー。ああ。これトラップがあったのね。なるほど、トラップだったわけか。よし、オッケー。あとはお前でおしまい。奥には扉があって、ここを開けるには、途中にね、中ボスがいるのよ。キャプテンみたいなのがいるんだよね、船長みたいなのが。そいつを倒さないといけません。そいつがね結構強いのよ。うん、ちょっと強い。でも、まあ、一等航海士とそんなに変わりはないかな。あ、あったあった。
このマーク、ここだな。あ、違う、二等崩壊士、違う。船長じゃない。船長じゃないやつもいます。だから2体倒さなきゃいけないんだよね。こいつと船長か。いや、倒しきれなかった。いやー、 OK。 で、あ、ここか。行きましょう。この先だね。もういっぱい連れて行け。いっぱい連れて行け。あ、いた、船長、船長、この人、この人、この人が船長です。うわ、危ねえ。あー、ちょっと待って、危ねえ。危ねえ。凍らせるやつがいる。どこ、船長か、船長が凍らせてくるのか。はいはい、やば、やべ、これもらっちゃうとやばいんだ。凍っちゃった。やばい。その水の壁みたいなのもね、ちょっと楽しいよね。どういう効果があるか知らんけど。ああ、どうだ、よっしゃー。はい、あとはボスだけですね。ボスもそう大したことないですね。うん、このおでんちゃんですね。あ、やば、よし。ザコがね、結構湧いてくるんですよ。かなりザコが湧いてくる。なので、でもこいつらがね、経験値あるかはわからない、うん、このザコが経験値あるかはちょっとわかりません。で、まあまあ、そうね、この下のゲージの溜まりを見てればわかる。よし、来た、めっちゃザコが来たよ。おお、でも大丈夫、回っとけ。よし、いいね。危ない。やる、いつもよりなんか強い気がすると、やる気があるな今日。よし、もう一丁。奥義がなかなかたまらない。もうちょっと奥義早くたまってくれ。やば、あぶね。よっしゃ、おお。でもまあまあまあ、一発で瀕死になるとかはなさそうだし、大丈夫だな。いけ、いいね。でもそんなに減らしきれない。これで減らしとけ。よし、多分まだザコがね、あとあともうちょっと出てくる。待たなくて。よし、 OK。 次の奥義で倒せそうね。次の奥義の時になんとか倒せそう。あー、来な。おお、来た来た来た、めちゃ来た、めちゃ来た、めちゃ来た。とんでもなく来やがった。よし、終わりだー。はい、ということで、見捨てられたものの宝物庫でした。ね、20分かかりません。17、8分で、一周できて、結構美味しいと思いますので、はい、やってみてください。場所ですけども、マップの上の方ですね、上の方、この辺にありますので、はい、行ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。